どうも、イタです。さあ、今回もやっていきたいんですけど、まあ、前回はね結構大盛況、前回は、大反響だったらしく、まあまあ多分1回目だからね。はい、ということで今回もやっていきましょう。名古屋グランパス、ちょっとシーズン見てみようか。カレンダー的にはグランパスで FC 東京からの、わーお、まあとりあえずここ開幕戦だね。うん、頑張ろう。ルバーマリ行こっか。サンフレッチェのところまで頑張ろう。あ、であと一つ、ゲーム設定をまず時間8分にしまして、その後、難易度レジェンドだったんですけど、アルティメットが今作追加されたんですよね。うん、だからこのねアルティメットをちょっと体験しようかなっていう。僕はちょっとねレジェンドじゃ足らないみたいなんでね、もう頑張ろう。いきます。シーズン開幕を前に、この厳しいトーナメントを制するのはどのチームでしょうか。俺だ。まずはこのグループステージを突破して、ね、さあ行きましょう。本日は名古屋グランパスと浦和レッズの対戦です。 J リーグの初期に比べるとどちらのチームも上位に顔を出すようになりましたよね。ですね。こちらが先発メンバーです。おい、押せーよ、押せーよ。俺早かったじゃねえかよ。惜しかった。おっせーよー、何ため作っちゃってんだよー。すごいね。武藤、菊池大輔、ゴールシュートしようかな。ここはコーナーから中へ。ファブリッシュ、ファブリッシュ、俺が、あ、勝ち越しゴール。俺、外すなよー。へい、はい、はい、アシスト、アシスト、初アシストでーす。もう完璧でしょ、武藤くん。気持ちいいっしょ、俺のこのスルー。いやー、もうお膳立てですよ、まさに。もう僕一人でもね、いけたと思うんですけどね。いやー、もうこの、はい、はい、みたいな。はい、あざした。あの、実際、まだね、J リーグではやってないからね、リーグで達成したいね。リーグで初ゴール、初アシストとか記録していきたいよね。はい、おっせーってだから、もう取っちゃったよ。なんと、オフサイドの旗が上がっています。ちょっとアルティメットが俺のサッカーについていけてない。ちょっとアルティメットが俺のサッカーについていけてない。前線にギリギリまでキープ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 。おわ、惜しい惜しい惜しい。ごめんね、今の俺か。なんなんだよ、息が合わねえな、まだ。へいへいへい、ナイス。はい、そこ、はーい、俺の、あい、もう完璧。足遅えな。俺を起点としてるからな、ファブリッシュ。ファブリッシュ、俺を今起点としたからな。ほら、ファブリッシュ、俺に礼を言え、俺に礼を言え。俺のおいの、ロブパスがなきゃ、なんのおめ、おい逃げんじゃねえぞ、ファブリッシュ。おい、おい、おめ、ほら、うわおめ、俺か逃げやがって。あれ、俺がいない。あれ、俺どこ。あ、いたわ。なんかすんげえ避けられてんだけど、ファブリッシュから。なんでファブリッシュ、なんで今度はセーブしきれませんでした。ファブリッシュよ、縦の推進力、ナイス。息ぴったり。あ、これはね、パスするしかないな。素晴らしいボールだ。あ、完璧。あ、もう完璧、もう完璧だ。俺パサイケしちゃってるよ、ポストプレイヤーだ。ファブリッシュ、ファブリッシュ、俺と、ファブリッシュ、ありがとう。やっぱり俺たち友達だよな、ずっともだよ。あ、よかった、ファブリッシュ俺のこと嫌いじゃなかったみたい。まあ、12番だからね、ファブリッシュ。俺11で12だよ、もうお隣さんだから。あ、よかった、ファブリッシュから嫌われてるかと思った。ナイス。さあ、そっから、そっちか、武藤だったな今俺。スルーパスが長いか。サイドをえぐって中を見る。ナイス、いただき。もうね、スペース空きまくりだよ。どうも、イータです、よろしくです。
ワンゴール2アシスト、あれこれがアルティメットの世界、へぇちょろい、あれちょっと待って後ろダイナも、おい23番おい今足危ねえよそれ、おい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 背中危ない、もうちょっとで後頭部いってるぞおめえ、おめえ人としてどうなんだよお前、くそ、これはねここいいね、いいねいいね、もういいとこ蹴ってくれたよ、もう確信しちゃって俺も、うぃー決めたよ、ほら俺が決めたぜ、えあれ俺の今成績いくつ、え2ゴール2アシスト、ハットトリックもあるんじゃないですか、2ゴール2アシスト、かっけー、あんな体勢でよく回転かけたな、カーブしてるよ、うーわめちゃんこいいコースやん、大量リードの試合となっています、いて、あラッキーラッキーラッキー、待ってぬるげなんだけどこのゲーム、ここでシュート、止められたか、距離からのシュートでしたが、あーちょっとね調子乗っちゃってる、普通のシュートいっちゃった、あ頭で止めた、痛いね、いやだからムートは勝手に上がんなって、そこ狙われるんだって、あラッキー、これは相手にパスしてしまいました、遅かったタイミングが、あえ大丈夫、ファール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 、俺に蹴らせて、へいパス、へいタイパス、ナイス、痛い、へい、見事な視野です、えい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 、あ決めちゃった決めちゃった、あ決めちゃった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 、みんなー俺決めた、そんなに嬉しい、そんなに嬉しい、すんげー待ってからの、え何すんげー作られてるような喜び、てかまさかこのスルー要求したらこのままずー勝手に行ったよ、まさかの蹴ったら入っちゃった、いった印象でしょう、フリーにさせると危険です、入っちゃった、ナイス、触って、あれ明らかに触って恥ずかしい、ハーフタイムを迎えます、ハーフタイム、そこに置いて、おい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 、青木拓也、はいナイス、いやいやオフサイドじゃないよ、オンサイドだよ、はあ、キーパーどうした、キーパーどうした、キーパーどうした、どうしたキーパー、ねえキーパーどうした、ねえキーパーどうしたの、さすがにキーパーどうしたの、ちょっと待って、シュートを打ちに行く選択肢もありましたが、俺のゲームちょっとぶっ壊れちゃった、選択しましたね、俺のゲームぶっ壊れちゃったかな、スローインに変わります、おどういついつ来るいつ来るいつ来る、コオロキ、あーどっちだいつ来る、ほい素晴らしいボールです、おいなしそう素晴らしい、おということは3ゴール3アシスト、最強じゃねえか俺、しかもウガジンちゃんなかなかちょっとスムーズでいいな、8分にしても8点か、あら終わっちゃった、ここでホイッスル、浦和レッズが見事な勝利を挙げました、圧勝だわ、圧倒的な存在感を見せつけました、あ4ゴールしてた俺、あ4ゴール、あ4ゴールでしたか、あはい4ゴール3アシスト、はい、一つ以外は全て得点に絡んだというね、はい、あざした、あれ違うあれだよ、もう一点あれだよ、俺のあれだよ、フライスルーからのっていう、で最後ファブリッシュを決めたやつでしょ、俺が起点だって言いまくったやつ、じゃあ全得点絡んでるよね、うん、やったぜいやあのさ、他の試合と比べてみ、1と0しかないよ、うち8があるからね、おかしいよね、おいということで、アルファイサリいよいよ準決勝ですですね、シーズン開幕を前にこの厳しいトーナメントを制するのはどのチームでしょうか、俺だちょうだい、柏木陽介、オッケー、マルティノス、まあ、このボールは気は抜けない展開です、マルティノス、ナイス、見事なスルーパス、危ない危ない危ない、痛い痛い痛い、おー危ねえな、てめえぶん殴ってやろうか、
もちろん剣の俺だよな、もちろん剣の俺だよな、トップの俺だよな、初 PK だぜ。ファブリッシュなの、俺に蹴らせてくれよ。決めろ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 、ふざけんな。よくねえなあ。中にクロスが入った、前に出しましたが気を抜けません。柏木、おい柏木、柏木、柏木俺のアシストよ。あんたらちょっと無理にパス回しすぎだよ。少しは一人で行くってことを意識しないよ。わーい危ない、あ痛いね。でパンチングでしょ、もう。お、いいね、え、ちょうだい。ホイッスルが吹かれます。え、試合を止めました。え、まだ開幕前だよ。ああ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 あ、こりゃあうわ最悪だね。選手が外に出されます。出されちゃった。ドロップボールからの再開です。人数が少なくなっていますから、マークをしっかり確認しておきたいですね。俺は敵討ちしてやる、俺が敵討ちしてやるからな。せめて最後攻撃に転じたい。高い位置で奪う、ファブリッシュだ。足おっせー、ファブリッシュおっせー、しっかりと奪います。おっせー、マジですか、来ますか、来ますね。走るよ走る走、ほいほい、あそこクロスを低く狙った。ファブリッシュと思うよ、と思うよ、君は最高。今でもチャンスは多かったので当然かもしれません。どうよ俺のこのパサー能力、もうもう絶好のチャンスをしっかりと決めましたね。最高。そこに至るまでの動きも素晴らしかったですね。持つべくして生まれたこの才能よ、よう見えてたし俺。いやファブリッシュ、いや Here we go。 買いますか、いや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 、すごい荒削り。おいおい、打っちゃえ、惜しい。俺のこと狙ってきてない、マジか、最高。どんな気持ち、かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。詰めろ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 、あっ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 、クロスもいいですが、それまでの過程もいいですね。遊ばれたね、バーに当てたね、遊ばれたね。チームが押し込まれている状況で、大丈夫、俺がその分取り越している。してきましたね、コオロキが突破を見せる。そこシュートを狙う、もうね、もう最高ファブリッシュ、もう俺のね狙い通りにやってくれる。もうもうそこに出せる俺もすごいよね、自画自賛。さすがっす。いやーいいとこいいとこ打つな。チャンスにはなりませんでした。終わった。来ましたね。ファイナルへ勝ち残りました。やったぜ。優勝ですね。大いに期待しています。頑張るぜ。あら、戦術マスター。いやいや、とんでもないっす。あ、またツーアシストだと俺。やーばい。お、マリノスだ。やったね。やった、日本勢だよ。熱いね。デッツ対マリノス。森脇の負傷。あー。頑張る。俺が仇を取ってやるよ。マリノスからね。いや、遅えよ。お？なんかサイスタっぽいね。スタディオデラソルブルブル。この試合に対するサポーターの期待感が。まあ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 。できますね。疑似サイスタ。今日の試合対戦カードは、まあ、でもそうだな、サイスタっぽいな。国内屈指のスタジアムを持つチーム同士ですね。どちらも満員になると圧巻です。
圧巻です。いやー、でもこれマイノスっぽいね、本拠地としてはホーム扱いは。さあ決勝張り切っていきますよ。おー、ここだ。ここから先の出しどころ。前に入られたハゲー。ちょうだいちょうだい。フリーキックが与えられます。イスラ狙ってきたぞ。おお、ネットを揺らせません。やるー。痛い痛い。コロキ、はい、ナイス。しかもオフサイド。結構ギリギリで出たんだけどね。うわー、まあでも、まあ、結果バーだったしな。惜しかった。ふえー。いやー、後半へゴー。マルティノス、あえ、どうした、マリノスのスローイン、どうした、どうした、え、ファブリッシュどうした、本当にどうした、え、ファブリッシュがちょっとスパイになってきた、やばい、来た、あー、ファブリッシュ遅い、ボールを取った、どこへ出すのでしょうか、ナイス、見事なスルーパス。頑張る、俺が敵を取ってやるよ。マイノスからね。見事なスルーパス。ほい。ほい。よっしゃー、よっしゃー、決まったー、ぐるりん。イエイ。これは大きな一点です。もうマンオブザマッチだよ。しっかりとゴールしました。MOMA マンオブザマッチ。ふぅ、止めろ、止めれば終わりだ。俺、守らねえ、ポジション守らねえ。あー、やめてー、出た、勝ったー、チームは決勝でしょ、優勝だー、チームを制しています。福西さん、これから始まるシーズンに向けて We are the champion。 そうですね、チームの状態は良さそうですから大いに We won。 へーへー。お、俺がいた。選手もサポーターも優勝できて嬉しそうですね。福西さん嬉しいです。はい、これからシーズンに向けてもっとコンディションを整えていく必要はありますが、チームの方向性が見えた意味では大きな安倍ちゃん、安倍ちゃんいいね、安倍ちゃんが掲げました。俺が真後ろにいる。そうですね、やったぜ。これからシーズンに向けてもっとコンディションを整えていく必要はありますが、チームの方向性が見えた意味では何のカップかは分かんないけど、勝ったぜ。そして記念撮影です。え、俺真ん中じゃないの、俺どこ、俺どこ、あ、いたいた、右いた、お、こんなの出るようになんだね。優勝おめでとう、ありがとうございます。という感じですね、今回は。いやー、優秀の美。いや、ちげえよ。まだその後終わりじゃねえよ。いや、いよいよ、次回からね。おー、浦和レッズのあたりヒーローですよ。そうですよ。浦和レッズ、ライバルを 1-0 で下す。え、俺映ってないじゃん。これだ。浦和レッズの新たなヒーロー。あ、俺とこんな感じの顔なんだ。わーお。はい、ということで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。次回からは、いよいよ J リーグ開幕ということで、初戦 FC 東京アウェイでやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。アスタルエゴ。